えおみゃだぎゃあ。そうですね。本当にこう、バカだなと思いますけど、あの、名古屋のね、えー、おみゃだぎゃがですね、今、名古屋でですね、名古屋市で、市長を辞めるって言い出してですね、で、国政選挙に出なきゃ、まだもう27日に選挙だから、あの、もう国政選挙に出るんだったら今辞めないとまずいんですね。出られないんですよ。で、今辞めるって言ってですね、今、あの、議会と大思いに揉めてるらしいんですけれどもね、名古屋のこのおみゃだぎゃですね、 おみゃダだぎゃあのバカと違うかというですね。こいつね、なんでね、なんで今こう無理やりにでもね、こう国政選挙に出ようとしてるかって言ったら名古屋市長選挙にね、もう次がないからなんですよ。もう次はね、まず間違いなくですけれども、誰もおみゃーだぎゃーをこう支持してくれる人がいないっていうですね。そのツーピカハゲマル党の一応代表、共同代表ですからね、こいつ。で、共同代表になって、で、今度は国政選挙出るって言ってるわけですよね。 そのね、おみゃーだギャーがね、衆院選挙に出る。75歳で。もう本当に欲の皮突っ張ってるね、人間ってのはみんなね、もうね、75っていうかね、人生、本当にこれ終わりじゃないですか、70って言ったらね。70になったら、もう人生残り10年なんですよ、平均寿命で言ったら。それを無視してですね、オラが前に出るだってやるわけですよね。どんだけそれが見苦しいことなのかって話なんですよ。 で、それもそのはずでしてね。もうあの、こいつあの、お宮田議は市長やってますからよくわかってるんですね。政治家やると儲かるんです。もうこの一言ですから。なんでそこまでね、政治に75のね、老衆さらしてですね、それでまた政治家やるって言ってるんだ。だって儲かるんだもん。わしゃ儲かる方がいいんだべさーなんですね。もういい加減ね、政治家に何やらせても同じですから。国のこと何も考えてないですもん。 自分のことよりも、まず国のことを考える。これが政治のはずなんですよね。ところがもうそんな人間いないんですよ。ドイツもこいつもですけれども、やることって言ったら国会で寝てるだけでしょう。議会でガーって寝てるだけでしょう、ね。それで年間4000万入ってくるんですよ。そらやめられまへんがな。あのね、人間ね、70、80になって政治家やろうなんていう人間ろくな人間がいた試しがないんです。もしね、本気で政治を、日本を変えたいと願うんだったら、 更新を育てるんですよ、普通は。あるいはね、資材投げ打ってですね。で、この人たちの支援に回るんですよ。一人もいないじゃないですか。こんな人間一人でもいますかいや、しないでしょうに。だから私が切って捨ててるんですよ。70、80、それでまだ何ですか政治家やろうなんてバカ以外の何者でもないっていう、老朽さらしてるとしか言いようがないんです。現実を見ないよ、君たちね。 現実を見りゃわかるだろうに。70過ぎ、60過ぎのね、じじばばどもがやった政治がこの結果ですよ。この今の日本がその結果ですよ。あんたそれでね、満足かい。私は不満だから文句言ってるんです。絶対にこれは批判しなきゃいけないと信じるから批判してるんですわ若い人たちがね、日本の政治にね、目覚めてくれる、日本の政治にね、真正面から向き合ってくれることを期待せざるを得ないんですよ。我々としてはね。まだまだ私だって若いんですけどもね。 来年30ですからね。